今日もゆっくりダイエットしてますか？藤田です。今回は。 放置元気病気の全長7選紹介します生体に来られた方の中に目がピクピクするふくらはぎよくつる髪の毛薄くなってこれって年齢のせいと単純に捉えていても実は病気の全長だったなんていうこともあるんですそこでこの動画の中では知らないと損する栄養不足を知らせる危険なサインと対策方法を紹介しますので自分に当てはまってないかどうか確認しながら最後まで見てください それでは早速内容に入っていきましょう一つ目髪の毛の状態が悪くなるタンパク質とビタミンが不足しています髪の毛の大部分はアミノ酸から構成されたケラチンというタンパク質から作られます そのためアミノ酸を豊富に含んだタンパク質を摂取することが髪の毛の成長にとって重要なことなんですがタンパク質だけを取れば十分っていうわけではありません。このケラチンを合成するためにはビタミンが欠かせないんです。例えば髪の毛が細くなってくるときはビタミン C と鉄分が不足している。白髪が多くなってきたときはビタミン E が不足している。 薄毛の場合はタンパク質が不足しています。 そののまま放置ししてておくと動脈効果が加速して脳梗梗塞塞や心筋梗塞の原因になるんですなのでそんな時の対策法は髪の毛が細くなっている場合海藻やレモンなどを摂取すること白髪が多くなっている場合納豆などの大豆類を食べること薄毛が気になる方は肉や卵などのタンパク質を摂取することその全てを兼ね備えている食べ物が味噌汁味噌汁の中に 海藻や卵などを入れて食べていただくことによって血流を良くして髪の毛の状態も良くしていきますただ味噌汁に関しては塩分が多くくななると良くないですよね塩分を過剰に摂取してしまうと血圧が高くなって生活習慣病や臨不全などを起こす可能性があるため味噌汁を作る際には塩分を控えていきましょう。なののので1日1杯程度減塩のものを食べるようにしていきます 行きましょう2つ目唇が荒れるビタミン b 群が不足しています寒い時期になると肌荒れが気になる方も多いのではないでしょうか 実はこの肌荒れは乾燥だけが原因でではないんですこの乾燥する原因は大きく分けて2つ舌をなめる癖があったり口呼吸をすることが多い外的な要因とビタミン水分不足胃腸の荒れなどの内的な要因この2つに分かれていきます。特にビタミン B 群が不足すると 肌や粘膜が弱くなります中でもビタミン B 2は皮膚の粘膜を守っているため不足すると唇のひび割れだけではなく肌荒れや頭皮のフけやニキビ口内炎を引き起こす可能性があります。例えば 冬になると乾燥してリップが離せないんだけどでも治らないっていう方は放置しておくとビタミン B 群が不足していて心不全などの原因になることもあるんですなので具体的に解決する食べ物はうなぎ卵納豆海苔レバーなどのビタミン B 群が豊富なものを食べてみてください3つ目目がピクピクするビタミン B12 が不足していますビタミン B 神経や血管の細胞を健康に保ったり疲労や体力低下を引き起こす貧血を予防する効果がありますなのでこの栄養素が不足すると目やまぶたの神経に支障をきたして目がピクピクする目の下が白くなっちゃう貧血を起こしてしまうんです放置しておくと突然倒れたり高年期障害の原因になったりしますなので解決する食べ物と 牛レバーや2枚貝の牡蠣やあさり牛乳焼き海苔などがおすすめです4つ目爪の状態が悪いタンパク質が不足しています タンパク質は爪を作るために必要な栄養素ですただ爪の状態によって体の不調はわかるようになります爪の3つの状態から栄養を考えていきましょう1つ目縦線ができているこれはストレスや血流の悪化老化が原因になります 特に水分摂取量が少ないことによって起こることが多いんですが黒っぽい縦線ができている場合皮膚がんの可能性もありますから病院を受診してください2つ目横線ができている栄養不足やストレス睡眠不足が原因の場合があります ただ無理なダイエットによって栄養が不足している場合が多いです3つ目色が悪い爪の色によって病気の可能性を見ていきます白っぽい色 貧血の疑いがあったり肝硬変や腎不全の疑いがあります赤っぽい色脳梗塞や心筋梗塞糖尿病になる可能性があります黒紫っぽい色肝臓の病気や膠原病の疑いがありますなので具体的にこれを解決する食べ物はタンパク質が豊富で吸収率も高い卵サバ缶ホエイプロテインなどがおすすめになります。5つ目視力が低下する ビタミン A が不足しています。 目の網膜などに多く存在するレチノールビタミン A は薄暗いところでも物がが見えやすすすいようにする効果がありますそのためビタミン A が不足すると暗い場所での視力が落ちたり夜に目が疲れている夜盲症を起こす可能性がありますなのでこれを解決する具体的な食べ物は牛レバーさつまいもほうれん草、うにんじん乳製品や卵ブロッコリーなどがおすすめになります。6つ 二の腕にブツブツができるビタミン a が不足している可能性がありますビタミン a は目の機能を高めるだけではなく皮膚の粘膜を健康に保つ作用があって抵抗力を強める効果がありますそのためビタミン a が不足すると二の腕にブツブツができたり肌が痒くなるなんていうことを起こしてきます このような症状を起こしている人は魚やナッツに含まれるオメガ3を効果的に摂取していきましょう7個目ふくらはぎががつるミネラルが不足しています例えば足のつりや小村帰りの代表的な原因は筋肉の疲労や冷えによる血行不良などがあります。 ただ、内面からはカルシウムマグネシウムビタミンタウリンなどの栄養が不足していることが考えられます。なので例えば寝ている時に足がつって起きる夜間頻尿などの方はミネラルが不足している可能性が高いんです。 放置しておくと糖尿病の前兆症状だったなんていうこともありますからこれを解決する具体的な食べ物は乳製品大豆食品アモの野菜魚介類など普段からバランスの取れた食事を心がけていきましょうまた水分不足も足がつりやすくなる原因なので特に寒い時期はコーヒーやお茶などの利尿作用が多い温かい飲み物を飲むことが多いですから水分も ししっっかりと,とっていきましょうこれらの7つの前兆症状に対し必要な栄養素をとったとしても症状が改善しない場合早めに専門の病院を受診してくださいどうだったでしょうかこの動画がためになったっていう方は高評価チャンネル登録で教えていただけると嬉しいですそれではまた明日バイバイ